こんばんは、パーソナリティの小林美希です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。6月13日を迎えまして、はい、はい、なんだかね、あの雨の季節っていうイメージなんですけれども、うん、今日は雨も似合うような街の紹介、はい、とても楽しみにしてお待ちいただければと思うんですけれども、さあ、その前にですね、そのいろんなこう企業に当たるにあたって、はい、いろいろ勉強会っていうのがあると思うんですけれども、はい、その勉強会の一つを何ですか、小林さんも担ってらっしゃいますね。ですね、地元の福山青年会議所が、はい、あの主催をして、はい、福山市とも共催をするということで、福の山ソーシャルビジネスセミナーっていうのが、7月3日、7月10日、7月31日のですね、この3回シリーズであの準備がされてまして、はい、これがですね、あの地域の課題を解決をする、それを、まあ、ビジネスとしてもですね、持続可能に回すっていうのが、まあ、ソーシャルビジネスというふうに呼ばれてるんですけども、このソーシャルビジネスの作り方、運営の仕方っていうのを学ぶ機会っていうのを、作ろうということであの準備をしました。はい、3回目を迎えているということは好評というふうに考えてもいいですね。そうなんですよ、あの毎回参加いただいている方からですね、はい、とっても好評で、そこから新しいプロジェクトや取り組みが生まれたりしてます、はい、やっぱりなんかこう自分たちの町でですね、あ、ここもったいないなとかですね、この課題なんとかしたいよねっていうことって、まあ、気づくことあると思うんですよ、はい、ただなんかこう小さなことだったりとか、まあそれ行政じゃ無理だよなみたいなことで、まあ諦められてるものってあると思うんですけども、実はビジネスにすることで解決ができて、むしろもっとあの関わる人たちが幸せになれる、そんな取り組みがあのできるのがソーシャルビジネスだというふうに思ってます。で、意外と作り方にコツがあるんですね。なのでそのコツをあの学んでもらえるだけでですね、あのみんなが実はチャンスがあるし、あとなんかこう一人でやってるとやっぱりちょっと寂しいんですけど、まあ、そこに関心がある人たちが集まってくるので、縁ができればですね、はい、あの自分がやりたかったことじゃないかもしれないけれど、周りと話をしてると、あ、それ私も思ってたみたいなところにですね、あの参加をしてチームメンバーとして一緒にやるっていう、こういう出会いの機会にもなるので、これとってもおすすめです。はい、あのこれは参加者の例えば年齢とかっていうのがあるのでしょうか。はい、もう年齢制限ありません。ありません。学生の方でももちろん OK ですし、はい、社会人の方でも OK ですし、はい、ということで、はい、幅広い方々に、しかもコロナ禍だからもうっていうふうに諦めていらっしゃる方、特に参加なさってみてはどうでしょうか。そうですね、本当におすすめです、はい、コロナ禍だからこそというビジネスも多々ありますよね。その通りですね。なんかこう人のつながりが薄れてしまったりとかですね、やっぱりなかなか直接会えないっていうことで新しく生まれている課題っていうのもありますから、まあ、そこにですね、新しいビジネスで提案をするというのはあのチャンスがあるというふうに思ってます。はい、大体何名ぐらいが参加されるんですか。はい、あの大体定員30名としてますので、そういう意味ではあのちょうどいいサイズじゃないかな。あんまり多すぎるとですね、なんかこう知り合いになれないなっていう感じあると思いますけども、30名なのでみんな顔見知りになってですね、緩やかなつながりもできるあの機会になると思っています、はい、なので福の山ソーシャルビジネスセミナーであの検索をしていただけると、あの申し込みフォーム見つかりますので、はい、検索してみてください。ちなみに締め切りはですね、6月30日まで、今月末までということで、はい、はい、特別な講師がいらっしゃったりするんでしょうか。そうですね、あのこのソーシャルビジネス社会企業大学というのがですね、実は世の中にはあるんですけども、はい、その学長の林さんというのが特別講師として来ていただきます。ということで、その方のお話も聞けるし、また集まった皆さんの方のディスカッションもできると。そうですね、ということで、はい、まあ、正直今福山は全国でも1、2を争うぐらいですね、はい、まあ、この地域づくりとか町づくりの活動がやっぱり活発な町になってきてると思うんですね。駅前の市瀬戸内、はい、ピコリムの再生もそうですし、まあ、実は今日の友の浦の方のゲストもそうですし、はい、いろんなところでですね、この地域を課題を解決するような新しいビジネスというのが起こってきていると。ですので、そういう人たちとつながることですね、はい、どんどんまたチャンスが広がると思いますから、福山だからこそ得られるチャンスだと思いますので、ぜひこの福の山ソーシャルビジネスセミナー注目してみてください。はい、経済的にもいろんな人間的にも福の山があるということで、はい、絶対いいですよね。チャンスいっぱいです。はい、出したいと思います。さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山のホームページからどうぞ。この番組はコーワルスさん、
カネス22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は日本の友港町支配人でいらっしゃいます鳥居千さんと千春さんご夫妻をお迎えしています。鳥居さんご夫妻、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。今日はありがとうございます。ありがとうございます。というわけでご夫婦で来ていただいて、はい、本当にありがとうございます。はい、というわけで日本の友というのができて約1年経ったんですね。そうですね、あの去年のゴールデンウィークにグランドオープンしたので、はい、やっと1年経ったという形です。このそもそも日本の友っていうのはどういうものなのか、まず教えていただいていいですか。はい、日本の友っていうのは全国で大体30弱ほど、日本全国である施設、宿泊施設がメインなんですけれども、基本的には古民家を改修して飲食店であったり宿泊施設に改装している、まあ、宿泊業がメインというよりかは地域活性事業がメインになるあの事業になっておりまして、日本の友港町自体も、友の町の中の3棟の古民家を改修して宿泊施設として改装している、運営している宿になっております。とってもあのおしゃれな宿になってますね。今日パンフレットを持ってきていただいてますけど、あの YouTube で見ていただける方は動画でぜひ見ていただきたいと思いますが、これもともとはどんなお家だったんですか。はい、そうですね、全部3棟あるうちの一つ江ノ浦というところが、はいはい、山の中腹にありまして、そこはもともと宮沢喜一さんの、ええ、はい、別荘だったところですね。お父様が買われて、はい、その後は別荘として使われていたところが空き家になって10年近く建っていたところで、うん、建物がありまして、使われてなかった。使われてなかった。もったいないですね。そうなんです。はい、江戸川はそういうところで、元町っていうのは隣の塔があるんですけど、元町もあの一般住宅ではあるんですけれども、はい、あの元々療養地としてあの一般の方が買われて、まあ、ずっと住まわれてた住宅として使われてたところですね、うん、そこを、まあ、またそれも10年近く空き家になっていたところを、たまたま2棟隣同士の塔が空いていたところを、まあ、回収して、はい、まあ、それとあと町中にある肥後屋っていう、もともと商家だったところですね。で明治時代には宝明酒、友でも有名な宝明酒屋さんをやられたところで、そこをまた改修して、で今回は2階部分をあの宿泊できるようにしたものが席という客室で、全てで全部で3棟でそれぞれに2部屋ずつ作りまして、うん、6室ですね。全て全部で6室の客室、うん、はい、これちなみに肥後屋の2階が部屋になってるんですけど、はい、フロントも兼ねてるんですね。そうですね、1階部分がフロント兼、まあ、ショップだったりとか、はい、今あの土日とかちょっと喫茶やってたりとか、うん、でも地域の人も入りやすいような、なので、まあ、友に訪れた旅人の方とか、まあ、地域の方がそこで集まりやすいような空間にしたいねということで、はい、1階部分をフロント兼ショップにしてまして、2階部分がお泊まりいただけるような客室になっております。普通はホテルのフロントって、まあこう建物があって1階にフロントがあって、あとはその建物の中に全部部屋があるっていう、こういうイメージですけど、この場合はフロントが別にあって、でそれぞれに建物もそれぞれに街の中に立ってる、こういう状況なんですね。はい、まあ、フロントの上の階の席という客室はフロントから上に上がっていただくだけなんですけど、はい、江ノ浦島と元町島は、フロント島から直線距離で10分15分歩いて、うん、結構歩きますね。はい、そうなんですよ。で、そこから歩い、チェックインした後にお客さんは宿泊する棟に向かっていただかないといけないんですけど、うん、その中でお車でお運びするっていう方法もあの開業前に考えたんですけど、ええ、まあ、うちの宿のコンセプトとして一日友の住民になっていただくっていうのが一つのコンセプトにしております。なので、チェックインから客室まで向かっていただくのは、あの友で生まれ育ったおじちゃんに友の街を散歩してもらいながら客室まで向かってもらうみたいな、ちょっと他とは違う宿泊あの運営の方法を、はい、はい、取っております。へ、じゃあその間地元の話をしながら行くっていう感じなんですかね。本当に温かい、あの本当に地元のおじちゃん、田舎のおじちゃんの家に遊びに来たみたいな感じで、はい、はい、テクテク歩いていくという感じです、ね。へ、
実はそのタイミングで人が違ったりするんですか？そうですね、あの散歩のガイドは2名いらっしゃって、はい、その時その人のスケジュールによってあの変わってきますね、うん、面白いですね。そうなんですよ、結構チェックインの時はね、お客さん僕らもあの普通に 友で生まれ育ったわけではなくて移住してきたんですけど、お客さんと結構もう緊張してるなっていう感じは伝わるんですけど、対応してる時に、はい、ただ散歩終わった後はあのすごい和やかというか、うん、おじちゃんとすごい心が打ち解け合ってるなっていうのが、客室で私たちが先に例えば大きなお荷物をお持ちのお客様とかは、はい、チェックインの時にお預かりして、散歩行ける間に私たちが先に客室に入れておいてするんですね、ええ、で客室で私たちが待っていて、うん、お散歩帰りのお客様をお帰りなさいって迎えた時に、まあ、お散歩のおじちゃんとじゃあありがとうございましたって言ってたら、ナイさんありがとうみたいな感じで、うん、もうお友達みたいな感じで、たまに一緒に写真撮影とかしてます。あ、そうなんですね。撮ってくださいみたいな。素敵、はい、その後街散策してまたそのおじちゃんに会ったりとかも、うん、まあ、ちっちゃな街なのであるので、うん、なんかそうなると本当に一気にあの知り合いができたような感覚にお客様に なるみたい で、はい、でやっぱりアンケートとかも書いていただくことも多いんですけど、あの特にこちらからは指定してなくて、何か記憶残ったことがあれば書いてくださいとあの伝えしてたら、結構その散歩が、うん、地元の人に案内してもらったのがすごく楽しかったですとか、あの書いていただくことも多くて、はい、いいですね、とっても素敵。やっぱりこの地元との触れ合いっていうのがね、旅行の実は醍醐味だったりしますからね。そうですね、実際僕らも結構旅が好きで、あの旅の中であのいろいろ旅してきたんですけれども、一番あの景色とかもちろん食とかも重要なファクターだと思うんですけど、一番重要なの残ってる思い出ってその現地で会った人っていうのがすごく強かったので、うん、今回こういう宿を作るチャンスをいただいた時に、できるだけ友の魅力が人だと思ったので、うん、人と交われるような仕掛けを作りたいなと思って運営してます。なるほど。でもさっきお二人の話からもありましたけど、ね、移住してきたんですっていうことでしたけど、もともとお二人どちらだったんですか？僕は神戸ですね。私は愛知です、ね、愛知ということで、はい、それぞれ、ね、暮らしたことないともに移住してきてっていうことなんですが、なんで今回ここの支配人を引き受けようと思ったんですか？そうですね、まあ、この前はあの東京で二人とも働いてたんですけど、はい、もちろん東京は東京であの刺激的で楽しかったんですけど、ちょっと自分たちのライフスタイルとは違うかなと思って、あの田舎で自分たちのやりたいことをやりたいなと思った時に、うん、あの僕はもともと建築をしていて、古いものとかをあの埋もれたあの日本の文化とかを磨きをかけてあの世界の人に知らせたいなっていう思いもあって、うん、で妻の方はあの私はあのずっと客室乗務員をしておりまして、航空会社で、でまあ、その前も接客の、まあ、ディズニーで働いたりとかはしていたので、うん、ずっと接客はしていて、人を迎えることはすごく好きだったので、まあ、自分でそういう場を持ちたいなっていうのはずっと思ってまして、うん、まあ、あの主人が建築関係なので、その場所を作ってくれるということで、私はその空間の中の空間をあのどうやってこう居心地を良くするかとか、うん、どうやって迎えるかっていうところをちょっとやりたいなっていうのをすごく考えてます。すごいですね、なんか2人の これまでのスキルとかキャリアが全部生きる場所になってますね。そうですね、はい、たまたまその日本にあっていう活動も知らなかったんですけど、うん、あのたまたま見つけた時に、あの日本にあの大元の会社が丹波篠山にあるんですけど、ええ、そこにあのお仕事ないですかっていう問い合わせをさせていただいたところ、はい、たまたまその友の浦で、うん、あの支配人を探してるんですけどどうですかっていうふうに声かけていただいて、もう最初はね、鞆の浦ってどこですかっていう状態だったんですけど、実際来てみたらすごくいいところだったので、あの、はい、即決しましたね。企画はだから日本屋ですけど、運営は地元の会社なんですよね。そうですね、はい、ディスカバーリンクさん。そうです、はい、ディスカバーリンク あの子会社というか別会社にはなるんですけど、関連会社で、うん、はい、運営しております。あ、実際にこう住まれてみて、まあ、鞆の魅力も伝えたいとこういう話あったんですけど、住んでみて分かる鞆の魅力って何ですか、それぞれ2人から。そうですね、距離の近さですね。僕は、うん、あの住民同士の距離の近さ、はい、っていうのは、鞆は本当に狭い地域にたくさんの人たちが住んでいた昔は、うん、今はだいぶ人口減少してますけど、はい、もう
壁同士がくっついてる、隣の壁同士が、うん、そういう中で本当のプライバシーというものがあまりないと言ったらあれですけど、うん、本当に隣の人が誰か、町の人どこに住んでるのかっていう分かる状態であったりとか、うん、あとはその祭りが盛んなので、はい、あの地区ごとにあのこの時期は町の人が集まって協力し合うみたいな、うん、すごい人との距離が近いなっていうふうにあの僕は感じて、はい、なのでそれが人の魅力につな友の人の魅力につながっている、うん、そういうところを宿でもあの宿泊の人にも感じていただきたいなというふうに思いましたね。チャールさんいかがですか。私もちょっとかぶってしまうんですけど、まあ、やっぱり友との魅力といったら人かなってすごい感じていて、まあ、人の距離の近さもそうなんですけれども、うん、温かさでやっぱりちょっと港町で、まあ、ちっちゃな町、まあ、どこの田舎もあるあるかもしれないんですけど、最初はちょっと よそから来た方に対してちょっとどこから来てなんでこんなところにいるのみたいな感じではあるんですけど、うん、一回こうご挨拶してこうどこから来たんですってよう来たねみたいな感じで迎えてくださると、すごく心配して気にかけてくださったりとか、すごい世話好きな方がすごい多い印象で、はいはい、なので、まあ、今もそうなんですけど、うん、おかず作りすぎたからなんかこれあげるわっていうので、いいですね、困ったことあんまりない、今でも天ぷらっていう友、うん、で、まあ、練り物ですよね、はい、とかをよくもらったりとか、うん、あのそうですね、フラット立ち寄って日小屋に寄ってくださるおじちゃんとかも、うん、ちょっとなんかその辺でパン買ったからあげるわとか、みんなで食べとか、はい、おかず食べみたいな感じで、うん、なんか置いてってくれたりとか、まあ、それも嬉しいですし、あと旬のものをやっぱり近くで感じられる、うん、まあ、目の前が海で能代山だ山っていう環境で、まあ、もちろん海の幸で、あのさっきの差し入れと被るんですけど、もう本当に釣れたばっかりの魚とか、うん、イカとかタコとかを最初はちょっとびっくりして、はい、自分でさばけないですし、うん、持ってこられてもみたいなね、ええ、ね、と思って、はい、これちょっと自分で食べるみたいに言われて、どうやってやるんですかって言って、はい、で近所のおばちゃんとかに、はい、今度の台所に行って教えてもらったりとか、うん、イカはこうやってさばくよとか、はい、なんかそういうなんか本当に今、まあ、東京にいた、まあ、都会で暮らしてたのもあるんですけど、そういう人とのつながりってまだちゃんとここにあるんだなっていうのが、なんか友はまだ大事に残ってる感じがして、うん、まあ、これは本当に10年後20年後、まあ、100年後でもなんかつないでいきたい文化だなっていうのは思ってましたね。そういう魅力があるなと思いました。いや、素敵ですね、はい、やっぱりこう外から入ってきてみて実は気づくあの魅力っていうのがあるので、実は福山の人がですねなかなか気づけてなかったりもしますから、ちょっと後半はそんな体験ができる宿の魅力とか、あとこの後どんなことをされようとしているのかっていうのを伺っていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。お願いします。ではこの辺りでちょっとブレイクです。今夜は日本にあとも港町支配人でいらっしゃいます鳥居千さんと千春さんご夫妻をお迎えしています。後半もよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで前半はあの友の魅力を存分に語ってもらいましたけど、その魅力が感じられる、まあ、宿としていろいろ工夫されていると思うんで、ちょっとそこの特徴を教えていただいていいですか。はい、そうですね、まあ、友って、本当に歴史が深いあの奈良時代から文献に残るような町なんですけれども、いろいろあのコンテンツはあるんですね、はい、あの例えばですけれども、もともと刀鍛冶が盛んに行われていた、うん、その刀鍛冶がその後に港町だったので錨を作る技術が、うん、あの反映したんですけれども、その後、ちょっと あまり鍛造あの鉄に熱を、うん、叩いて、はい、叩いて鍛えるっていう鍛造ですね、鍛造が、昔からあったんですけれども、今だいぶやってる企業っていうのは少なくなってきたんですけど、まだあの鍛造をされているあの企業さんがいらっしゃいまして、うん、そことあのコラボレーションしまして、宿泊客の方にあの鍛造体験という形で鉄を打ってオリジナルのプレートを作ってもらうみたいな体験があったりだとか、はい、あとは港町、友が港町になってくるので、地元の漁師さんの、船に乗って海から友を眺めて、はい、うん、漁師さん直伝で、釣りをしてもらう、はい、みたいな鍛造をされているあの企業さんがいらっしゃいまして、うん、そことあのコラボレーションしまして、宿泊客の方にあの鍛造体験という形で鉄を打ってオリジナルのプレートを作ってもらうみたいな体験があったりだとか、はい、あとは
港町、友が港町になってくるので地元の漁師さんの、船に乗って海から友を眺めて、はい、漁師さん直伝で、釣りをしてもらう、はい、みたいな体験があったりとか、はい、あと芳名酒というお酒が友で有名なんですけれども、はい、その芳名酒の蔵ツアーであったりとか、あの友で、感じ魅力になる部分をお客さんにも感じてもらえるようなアクティビティを、はい、用意してます。体験やっぱ楽しいですよね。そうですね、よりその土地の文化であったりとかが感じれるものかなと思います、うん、ね。私もあの鍛造体験この間やってきたんですけど、オリジナル の, あのフライパンとか、うん、そうですね、ね、なんかちょっと小物入れを作ったりっていうので、うんうん、2時間ぐらいで、そうですね、すごいいいのできますよね、うんうん、もう自分で作った打ったっていうのがすごいあの気持ちが乗っかりますよね、うん、ねえ、はい、しかもあの熱々に熱してるやつをこう叩いてるっていうのがですね、うん、結構なかなかできない体験で、うん、東京から来たお客さんものすごい喜んでくれましたね、うんうん、あとこの体験通じてまたその人たちと仲良くなれるっていうのも魅力ですよね、うん、そうですね、体験、まあ、釣りをしてる漁師さんとかも、まあ、釣れた魚を、うん、まあ、皆さんどうしたらいいか分かんないとか、はい、たまにはいらないという方もいるんですけど、うん、ぜひ自分で釣った魚を、まあ、食べたいって言った時に、うん、その漁師さんが後からあの自分がちょっと調理して持ってきてくれたりとか、すごい、してくださったり、地域のお店とちょっとあのに漁師さんがこうお願いしてその人とフライにしてくれたりとか、うん、っていうなんかそういうつながりとかもあったりで、先ほどもちょっとお話に出た、はい、あのちょっと客室まで歩く犬散歩っていう、うん、あのおじちゃんが案内する体験もそうなんですけど、まあ、そこでやっぱりおじちゃんたちと、おじちゃんだけじゃないんですけど、はい、あの体験でお世話になった方々と一、うん、まあ、回会うことで、また町で、まあ、ちっちゃな町なのでばったり会うこともありまして、その時にやっぱり知り合い感のともに、うん、もう知り合いができたような気分になって、はい、よりこう町に親しみをこう持ってあのくださる方も多いので、そういう効果もすごい大きいなっていう体験を通して、はい、ね、思います。なので本当になんかこの宿だけじゃなくて地域と一緒にこうなんかお客さんを迎えるっていうことを意識されてるし、地域にちゃんとお客さんが流れていくようにっていうふうに工夫されてるんだなと本当思うんですね。だから朝ごはんとか晩ごはんもそういうふうに工夫されてるんですよね。そうですね、地域の愛されてるお店、昔からやってるお店とかと、まあ、提携をしまして、はい、まあご自身で向かっていただいて街を歩いて、うん、あの散歩がてらちょっと歩きながら散策してもらってお店に行って、地元の人たちと一緒の場所 でちょっとうちの日本にはともスペシャルメニューをちょっとご用意いただいているので、うん、それをちょっと召し上がっていただいて、で隣に座ったおじちゃんにこう絡まれたりとか、はい、なんなんそのメニューみたいな、そうですよね、はい、でそこで話が弾んだりとか、うん、っていうこともある、そういう体験もちょっとしていただきたいというのと、まあ、地域に、まあ、お金を落とすという意味でも、うん、あの地元のお店、自分たちの、まあ、施設内にレストランまた作るとかではなくって、もともとあるともにあるものをあの生かしてあのそれを感じてもらうという意味で、はい、地元のお店と協力して、すごいですよね、この港夢心地の朝ごはんものすごい美味しそうですよね。とっても好評です。ねえ、絹笠も美味しいですよね。美味しいですね。ね、私も時々行きますけど、はい、本当美味しいんで、はい、こういうのを楽しんでもらえるってのはいいなと思うんですが、さあもう結構だいぶ認知もされてきて、あの私の周りでもですね、東京からお客さんが行ってたりとかしてすごい良かったっていう声も聞くんですけど、これからどんなことをやりたいと思ってらっしゃるか、ちょっと展望を教えていただいていいですか。はい、そうですね、その宿のコンセプトとして一日友の住民になっていただくっていうコンセプトがあるんですけど、それが作られコンセプトが作られたきっかけというか、大元にあのうちの会社 あの今後の展望というか企業理念みたいなものは、うん、友の活性化なんですね、はい、ただ宿を作るんじゃなくて、今友は人口がどんどん減少していって、うん、もう高齢、完全な高齢社会ですね。60歳70歳以上の方が 5,6 割とか占めるようなあの町になっているので、今後10年20年したらどうなっていくのかっていう危機感を持っている形になります。なので、一人でも多く人口を増やすっていうのがうちの弊社 あの今後取り組まなければいけない課題だと考えておりまして、うん、一度その宿に来ていただいて友に興味を持っていただく、そして、住みたいなって思っていただく
ような機械を作って、その後に、友の中に たくさん空き家があるんですね、うん、その空き家を回収して実際に移住者を増やしていく、増やしていくっていうことを今後取り組んでいきたいなと思ってます。もうすでに1棟、そうですね、今現在進行形で工事中の物件がございます。はい、入る人は決まってるんですか？いや、まだ決まってないんです、はい、あ、じゃあこれ聞いて今の話聞いて友住みたいと思ったら1棟ありますと、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ。他にまだ空き家、実は友に、友から移住して外に出ちゃったんだけど、実は実家の友の空き家あるんだよなっていう人から、はい、こうもしよかったらこれ回収してくんないっていう話があればやるんですか？あ、ぜひぜひご連絡いただきたいですね。むしろ探してると。そうですね、はい、そうですか。じゃあ聞いてらっしゃる方、本当にこのね、日本屋の宿がすごく素敵なんで、こんな風に素敵にしてもらえるならやってほしいっていう人もいましたね。アドラがありました、ね、上がりましたから。でもね、JAL のスカイワードで泊まってみたいっていう旅行誌に掲載されたっていう。はい、そうですね、ご紹介もいただきまして、うん、はい、JAL スカイワードの、まあ、2ページですかね、はい、に、まあ、友のことだったり宿のことを載せていただいたり、うん、泊まってみたい旅行誌っていう、まあ、関西初の、うん、で、まあ、全国にの書店とかでも買えるんですけども、はいはい、そこに結構4ページぐらい結構豪華に写真を使っていただいて紹介いただいているので、泊まっていただいたお客様の中でも、うん、まあ、東京からいらっしゃると飛行機でいらっしゃることも多いので、ええ、JAL の機内誌で、うん、これから泊まるところが載っててちょっとテンション上がります、ね、うん、あ、いいですね、言われたりとか、泊まってみたい旅行誌にも乗っててここに来ましたっていう方もやっぱりちょっとずつ認知度が上がっているのはすごい嬉しい、うん、いいですね、はい、まあ、でもこれでコロナも少し落ち着いてきたので、お祭りもお手火があったりとか朝祭があったり、いろんなね、祭りが毎月あったりしますから、そうですね、そんなのと連携しながらたくさんの人に共に魅力を感じられるようになったらいいなと思ってます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。本当にありがとうございます、うん、今夜はありがとうございました。今夜のゲストは日本にあるとも港町支配人でいらっしゃいます鳥居仙さんと千春さんご夫妻でした。いや、なんか聞いてるともうね、友の魅力が行きたいね。えあとこのご夫婦の名前すごいですね、仙と千春ですよ。千尋じゃない、惜しいなみたいな、響きが惜しいな。これね、美男美女のご夫婦 で、ね、もうなんかお話も楽しいし、すごい魅力的な、はい、ね、いや、だからなんか福山の人にも泊まってほしいですね。そうなんです。泊まって日帰りでね、帰っちゃったりして、そうなんです。本当の魅力ってなかなか伝わってないところあるので、本当に心底泊まりたいと思いました。あ、思いました、思いました。じゃあ今度平野さんが行きます。はい、ね、でも本当に地域に入ってみて初めて分かる魅力ってのあるので、はいはい、ぜひ福山市民の皆さんにもですね、この地元のこの魅力をまた感じていただけたら嬉しいなと思っています。それでは今夜もお相手は小林明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りしました。